はい、2022年だね、2年だね、2年だね、1月5日、日付変わりましたということで、英語の大生命、どこだった今日、フランスで、コストがいくつだった350ぐらいでしょう。ということで、デッキ張ってないのは、はっきり言ってどれかよくわからん。よくわからんまま、この時間が来たんで、初日らしいことは勘弁してくださいって、こんな感じで、全然良くない感じなんで、とりあえずこのまま行ってみましょうということで、とりあえず、こんな感じで、行きましょうとか、どう？よくわかんねえ、なんか。ホームラックで抜いていくのはあれなんだなとかさ、いろいろ見とったんですけどさ、やってっていいかなって言ってもなんか結局あれあらあら失速みたいな感じでさ、よくわかんねえなんか、で体勢中に良さそうな一球さ適当になんかいただいてきてさ、やったりしてみて、ポム折った方があれなんかななんかなあれな、ね。The act of moving people or things from one place to another. Distance, exchange, competition, transport. これやっとさ音が出せるようになってずーっと音封印しとったんですよ。体勢なんてか音出せるようになってベラ嬉しいわ。初手の買い合いは難しいですよね。コスト180の一発ポコンと耐えたらあれでかかったで使ったんですよ。私もそのデッキやったんですよ。多分一緒のデッキだと思う、おそらく。Particularly, actually, specially, greatly, fairly. 多分一緒だと思うよ。次ウーマンおそらくで、バターリアン、それからソーセージ、いや私もそれ1個入れたんですよ。だからそこら辺のデッキを保存したやつを適当に変えながらやっていこうかなと思ったんですよね、とりあえずね、最初ねガリス先輩で全然なんか重かったです。なぜあれ風、あそうかそうか、風編の魚性の意味であれかと思ってさ、逆にポンは私全然よくわからんかった。なんか最初普通になんかイベ編のなんか適当に、イベ編じゃない、イベ補正かのね、体力あるようなやつを適当に位置に並べていつものパターンとかやってたんですけど、なんかあんまあれなんだよな、ね。一見火力は弱そうに見えるけど、そんなことないです。あら打てん。あら打てん。打てんけど。あら打てん。あら打てん。でもありがとうございます。この途中でさ、一個だけさなんか気になったんでさ、あまりになんかあーと思ってさ感心したんでさ、ポコってそれついしちゃったんですけどあれ。ヨネクラピオか、非蘇生させるやつ、その後ろになったジョーカーだったか、あの3ターン短縮か、あ使い方なんかうまいよなと思って、やまりなんか感動しちゃったからさ、それを見て、私もそのデッキやったんですよ。だからその後でやろうかなと思ったんですよ、非全部蘇生させやがるか、そうか、まあ遅延なかなかあれだな、食らうな、地味にこれ火入っとる、あれもらえるのでかいよね、そうあれでかいんですよ、地味で地味にで、そうガス欠にはなったけど連撃はいただいてますということで、気前よくならなかったね、あなたもね、ベルサイユはさすがに火力あるだろ、最後は1万か、さすがにでかいな、私の体力がないでかんけどあれだな、あれがあるもんな、バージョンの体力があるもんな、でもこう連撃かからんもんね、ありがとうございましたということで、そう先生のデッキも私やったんですよ。正式に言うとまあ誰かは分かると思いますけど、これ音入っとるよ大丈夫だね、ありがとうございましたということで、いや皆さんのさ、いや分かるでしょ分かるでしょ、分からんって言っとんで分かるでしょ、分かってよ分かって、ありがとうございましたということで、分からんって言っとんだからささあ、あなたのいつもの手だけどさ、そうさっきのやつこれ、そうですよ
あれこれじゃない、これじゃねえよ、それじゃねえよ、あれどれだった、これかこれか、うん、これでちょっといきますわ、適当に貼ってないのは本当そうなんですよ、どれかってはっきり決まってない、なんか最初本当ね、ポムラックできるなと思ってずーっとやって、まああれかな、悪くはないんかなと思ってやったんですけどね、そしたらあれと思ってさ、この4枠の考え方かな、やっぱあれだな、火じゃないときついよなと思って、なんか全然あれだな、今日は多分なかなか皆さん歯がゆいんじゃないですか、3枠のところがあれ多分さ、水以外使うとさ遅延食らうし、いつものさ田島とかの構成できんとさ遅延がさ、やっぱあれ多分皆さんそう思ったと思うんですけどさ、前に連撃かけずにさ C サムだけ止めるとさ、ちょっとちょっとあれだよな、ちょっとっていうとこあるよね、打ちにくいよね、打ちにくいよね、で田島とか何あの U タウルスが、まあ、タイミング的に使いにくいっていうの、あのっていうとこもあるとさきついよね、なかなかね、つなげんもんでさ、音が出る素晴らしさ、本当に嬉しいわ、なんかもうほんとね、ずっと対戦以外自分の修行を込めてね、音を全部出さない、文法問題は別にいいんですよね、あ、そうだ、あれ打てんかったんだ、乱数だったんだ、ごめんなさい、すいません、乱数だったんだ、あれ、そうだ、ごめんなさい、そうだ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 、ごめんなさい、すいません、そうだ、忘れとった、ずーっとあいつベルサイユとかそこら辺なんだろう、あの安倍さんとか伝ったんだ、別にどれでもたげりゃいいわ、あ、そうだ、忘れとった、ごめんなさい、しまったしまった、そうだ、薄い乱数だったな、ごめんなさい、すいません、ということで、うん、すいません、ごめんなさい、うん、すっからせとった、さんでございます、あんま音がなんかこれもプチプチなるようだったら、あの音楽消すわ、うん、さっきからずっと録画しっぱなしで1時間か2時間ぐらいかけっぱなしやったら別にいいだろうなと思ってやったんですけど、対戦中なんかあれかな、すね出すかな、このウーマンとの本当考え方、うん、でかいな、これこれでかいな、これでかいな、これでかいな、そうあれだろうね、先生も多分あれだろう、いや私の心を代弁するわ、わからんもんね、多分あれだろうね、良さそうなデッキをさ、私絶対やるよ、絶対やるっていうか前も言いましたが、大体その日のあれとか見てさ、その伸びしろを見るかな、大体で、ああこれってなんか有効なんだなっていうのさ、うん、そこが一番あれだろう、多分でかいな、琵琶湖であれか、全部投げ倒したろうってやつか、遅延をもう皆さんあれだろうね、恐れずにじゃないけどさに使っていくしかないってとこだな、だからそこはあれなんだな、運までずらせんかなって多分考えとんじゃないかなって勝手に想像しとんですけど、どうかな、たまに見るよな、たまに見るよな、そうここで止まるんだよ絶対に、うん、ここのところをやっとことかにしとるとさ、やっぱあれだな、バタレやっぱあれだわ、あれや、ほんと咳止め装置的に言うと一番あれだろうね、バタレ壊しためんどくさいよな、そうオイボ君かかっといて別にいいんですよあれは、ここだけかとは、いいよ逆属性でもう打つしかねえもんだって、ステイン、ワー、ブリーチ、ブラス、バボ、これ嫌いなやつ、これ嫌いなやつ、ワン、あと後ろ何がおるとか、そこの打つ火力がないってやつなんだな、これが連撃が欲しかったんだな、問題はそこなんだよ、それが欲しかったやつだでは、初手しくったわあれ、
ありがとうございましたということで、基本先に落ちたいんでね、うん、火力的にはまあ抜けるあれかなと思ってる。ありがとうございます。初手がちょっとあのミスったわ、そこら辺。ああ、あれ気づかなかったわ。ほんじゃ、負けたんで、さっきのやつ行ってみましょうか。どれだった？これじゃないな。あれ、また音切れた？切れた？切れるならもうあれだよ。プチ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 になるなら、音楽を消そうかなって。最初見たとき、ほんとよくわからんかった、なんか。ガリソでいいんかなと思って。風変動だから漁船ってことでしょうね。エトナがおるといいんですけどね、あの赤い方の。あれがおると風変動漁船になるので、みんななかなか突っ込みにくいもんで、変えて玉砕覚悟で行くしかないから、なんかまたプチプチなるで、なんか人数あれ、まあいいやもう。私もだってこれ、安倍さんは別に何育てる気じゃなかったんですよ。勝手に育てたけど、引きが良かったのかな。もういいや、人数。だってどっちみち12時13分だもん。まあいいや、もう、しょうがないな。さあ、ピークタイムとあれなんだろうね。違ってくるだろうね。音がまたあるだな。本当音の出てるありがたみというか、これは申し訳ないな、なんか。これ私さ、読んでもいいかなと思ったんですよ。ダメかな、謙虚でも。あなたみたいな人ダメで。これはちょっともうあれか。あんまあれだもんな。あ、しまった。Analysis, composition, homework, discussion, research. どうだろう。Research. Word, value, root, appearance, type. Value.Fantasy, infection, illustration, inclination, illusion. 火力が多分あれだな。Illusion. ダメだよな、多分。まあ、ありがとうございましたなんですけど。あんまりこれは私はなない。で、まあ、察してくださいよ。本当はね、やりたくないですよ。自分が逆の立場だったらさ、
あの、してほしくないよね。してほしくないよね。絶対してほしくない。私はしてほしくない人なんですよ。してほしくないですよ、私は。いや、なんかあんまあれかな、あの、デッキによってさ、あの、1対1になるときってさ、ああいう、何、耐久デッキって絶対有利ですか？先落ちデッキみたいなやつって。あれ、絶対有利なんですよ、当たり前なんだけど。あの、カバウとか入れるやつ、カバウとかさ、あの、ハバキみたいなやつばっかり入れるやつ。逆に向こうの方の火力ばっかで蘇生がないやつとか、ああいうデッキとか不利なんですよ。それかサポートデッキ。あの、イカさんとか入れてさ、で、その後に全体攻撃とかかます。あいつ絶対不利だと分かっとんですよ。分かっとんですよ、あれは。あんまりなんかああいう筋じゃないよ、なんとなくね。私がなんとなくね、手を持ってる限りでございます。うん、これみんな打てるもんな。こいつ使う理由はあんまないんだよね。あんまない。うん、危ない。そう。そう。どっち行った方が良かったかなと思って。わだこの行政になるから逆にあれなんかな。そう考えるとでかいんかな、実は。課税だけか。ヤン君よりあっちの方が多いよな、多分な。そう、私もあれやった。あの、3番風はまるだろうなと思ってさ、あの、あれやった、あの、なんだ、ペパさん。やった、あれ。11か。とりあえず。これどうなんだろう。エンパが2番5星の水だけど逆だよね。一人で足りるこれ。どう？水だであれだよね。実際あれどうだったんだろう。火は起こるか、どっちみち起こるか。どっちみちあれだろうな。これで逆にするってことか。賢いなぁ、やっぱりなぁ。二人見えとるもんな、カードが。これで 100% 起こして、100% じゃない、とりあえず、ビヨンで起こして、起こして、あ、全部起こしちゃってたか、まだ、あそこがな。そこがな、まあ一応打っといて。秘密ってほったりだな、私。バターレアの攻略はそうだけど、ほったり、あの、ありがとうございましたということで。苦手だな、バターレアを抜けていくのが。風変すればなんか、コスト低いとこだったなんていうのは、イベ補正にだってありがとうございましたということで、ちょっと何、早めの、なんだ。ちょっとイベ表でさ、1、2と固めてさ、インチキして、で、3枠に芋に置いて、まあ、これ、負けたら変えてきますよ。イボに置いて、で連撃かけて、そうすると連撃かけやあいつやっとこでも抜いていけるからみたいな、ちょっと甘い構築じゃないけどさ、それでまあある程度はっていうちょっとごまかし方はしとるんですけど、そこら辺とこはね、自分の中で多分あれだね、バターレがなんか一番多分苦手意識あると思う。多分出てないんじゃないかな。いっぺんあれだろうね、いっぺん自分であれだね、なんか風だけとか秘密だけとか取っといてもいいかな。あ、でもあかんか、イベホの時とあれ違うか。
持っとるやんやんやんって変わるか。いや頑張る頑張るよ。あいや、あ大しか頑張るなあなた。でもやっぱそのあのポムラック割れそうですけど、人のデッキとあれってなんか使ってわかる。私ポム全然使う人じゃないし、ラックも使う人じゃないし、結構だからこのさっきでやったこう、さっきでやった構築はまだあるか。私あのあれ多い僕も好きだから売っていきたいっていうのはあるからさ。風がやっぱ重要なんかな、色を変えると。最後の4ターンとこでもさ、あれなんてあいつお蚕で色変えて 100% 蘇生 か遅延とか避けたいという狙いだなら、多分人おったからどうなんかなと思って、やっぱり分かんねえもんな、うん、じゃあ私ねこれあの批判とかするわけじゃないけどね、あいつあれ苦手なんだよ私。こっちいいよだったら、あのあれあれなんだなんだリスボンリスボン、あれ苦手なんですよ本当に。あれなんで向こうあれだった、計算するのがなんか面倒くさいっていうかな、あれなんで向こうあれだった。サブセンス、サブセンス1個なんかあれだったかな、あれさっきの別のあれだったよな。ちょっと今の場面思い出せんのか。風編を漁船できたって考えやばないんか、あれどうなんだろう、うん、インスタチューション、ファクトリー、ファーム、ショー、地味にとかだいぶ上島めんどくさいね、あれね実はね、めんどくさいよね、うん、思う。あれはどっちの狙いで行ったんだろう、どっちのもクソもないか。ポムの 50% ってことかな。蘇生はおるけどあれか、風があれか。ちょっと最初のとこから思い出せんがや、あれさっきのあれ何だったんだ。いや初手のあれからさ、また物覚えやばいね、うん、そんなには良くないですよ、そんなには良くないけどさ、全体全体来てあれか。ごめんなさい、ごめんなさい、蘇生あるからさいいかなと思ったんで、ごめんなさい、食べようかなと思って、ごめんなさい、これがあるからさ食べようかなと思ったんですよ、ごめんなさい、すいません。ごめんなさい、すいません食べようかなと思っちゃったんですよ。そう、私まで最後やったあれ、うん、やったあれ。入れてみたあれ。まあ終わりよければ。これごめん、あの文法等の頃でも答え覚えちゃったとか、これだけは。とさ、あのすいませんでした、ありがとうございましたということで、私このデッキ使っとるけどさ、あのよく分かってないなんか、うん、ありがとうございました、ごめんなさいということで。使ってみるとさ、あ地味にさ、そう地味にじゃないけど私にとってはね、あ何庭
って結構風邪変予制するだけでも効果あるんだとかさ、バターレは分かる本当に。最後の蘇生は私絶対その発想ない、うん、最後蘇生入れんもんな。まあ一応大手いとこ、うん、とりあえず。でもこれってデッキだよなっていうとこなんか思うな。まあ2枠とか適正のなんていうんだろう、スキル使えるやつ入れた方がいいんかな。どうなんだろう。でこれだよな。じゃあこっちとか、まあいや下げるだけ下げとくわ。流れ玉いいだろ別に。飛びはうっとうしいのあれだもんね、絶対うっとうしいのあれでしょ。あいつだけ打っときゃ他みんな打てるもんで、どっちか飛びはいいわ。あとはそう、そっちか。こいつ行っとこう。あんた落ちてもしょうがないよ。そういえば怒ったけど。なんで落ちたの？ちょっと今気づいたけど、なんで落ちたの？まあいいわ。ちょっと待った。なんで落ちたの？怒られるよ。怒られるよ。なんで落ちたの？誰吸うの？誰吸うの？わかるよ。倒されるなら押しとこうかなと思ったんでしょう。わかるよ、あなたのしようとしてることは。うん、なんだこれ。なんだこれ。3つぐらいでよかなかったかな、これわかんねえ。完全に分かってないな、お前ら。お前ら完全に分かってないな。完全に分かってないな。ごめんなさい。だって何個までかなと思ったもん。風だでね、田島かなんかおったか、連撃おったで、って数えとるし、まあ言い訳するな、言い訳するな。多分腕の差が出とるわ。あいつ買うんだな。バターレがおらんだけまだ良かったな、これ。そこだけだね。それが救いだったらな。2クラブか。2クラブか。憎しみを込めて押しとかなあかんな。押すだけ押しとるだろ。憎しみを込めて。本当はこっちだけど。そう、最後に私も考えたんですね、あれね。回復してさ、あったらどうかなと思ったんですけど。これは変なのがおるな。変なのがおるな、あれな。なあ。変なのがおるな。まあいいや、どっち両方しといても。最悪だ、バターレさえおらんかったらまだあれだったのな。あれがかんわ。あれがダメだわ。バターレだな。Additionally hard, shiny materials such as gold, iron, or silver, metal, rock, diamond, metal. バターレだけだ。バターレだけ邪魔なんだよな、あれだけ。な。な。いや、バターレは消してくれ。
あれなんだって。ハバキはいいわ。バターリアって本当に。抜けたんだ、あれが。ギリギリ抜けたんだ。これ誰が多い？トライアンフだけど、どれが一番多い？どっち行った方が優しい？あいつ3000ぐらいだろう。すいませんでした。ごめんなさい。ありがとうございました。あの、あれだわ。ごめんなさい。すいませんでした。ありがとうございました。あの、あかんわ、あそこは。あの、ウーバーのとこだわ。ウーバーのとこだ。ということで、じゃあ、これでいこうか。あれ瞬時にやっぱ判断できるようにならなかったで、ねえ、ねえ、瞬時に、なあ、そこだな。いや、あれ冷静に見てさ、いや、言い訳しとんな、言い訳すんなって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 。え、あれがいけんやつか。いや、あれいけんぞ。どっちにしろ誰かあそこ行かなかんねんな。威圧は吸ったんだけど、ここはあれだな。所定はね、あのデッキだとね、コストが下げるもんで、もう一つ上を持ってけんですね。で、後ろにベルサイユ置いとるもんでさ、あれを変えることだけできるんですよ。そこなんですよね。そのやりにくさがあるかな。まあ、まさかのが打ちやすいのがあるかな。それはね、うん。なんかおかしいとこあそこにおるな、一体。なあ。多分ああいうのってさ、あの、狙ってじゃなくてさ、体力高いのとか並べた時にさ、多分早めに出てきちゃうっていう多分展開じゃないかな、勝手に思ったんですけど。だってこれ条件バッチリよね。ウーマン耐えたら動くもんね。うん、可能性はあったで怖いよね、あれで。風、風、風、全部風、みんな風か。しゃあねえな。しゃあないよな。なあ、今日ってでもあの真ん中とかの創生ってどうなんかなと思って、その後ろでうまく連撃つなげやいいけど、あれだもんな、支援おるし、水に連撃かけても結局あれだもんね。あの、あそこあっちに連撃かけたかもね。これどういうふうに4444絶対ダメだろ、絶対ダメじゃん。これまあ、やっとこい売ってくれるでいいと思うけど、聖衆さんもおるし、ここはまああれなんですよね。こう意外にヘビ火力なさそうに見えますかね。オイモコン引きすぎるとそこそこあれですよ。意外とあれですよ。そんなに悪くはない。水だときついもんな、ほんと。で、これ何水、火だったら、あいつ、かなちゃんの方が火力ありますが、私のちょっとトツが足らんのですけど、それでもはなちゃん使ってみて思ったけど、やっぱ全体よりあれだよ、連撃だよな。連撃だと、なんかもらえた時ありますが、
全体攻撃がもらえた時のそのプラスアルファの付加価値がめちゃくちゃでかいことさなんですよね。とりあえずこれをこれだな。先延ばしたり遅れるのがいいんだけど、一世折るでいいんじゃないかこれは。あ、打った方がってことだね、遅延食らうから。これであれだな、位置があれだもんな、どっちみちあれだもんな。あれだぞ、モンスターがちょっとあれだな。変えていくか、やっぱな。ありがとうございましたということで。あれが打ちにくいな。やってみて思うけど、モンスター使うとコスト的に避けるんですよ。ありがとうございましたということで。ということで、じゃあこれで行ってみようか。まああそこあれだもんね、灰分かっとるもんだったね、あのウーマンのあれだもんな、あの、あなたのミスだもんな、計算が分かってないやつだもんな。もう風邪予定のあれだったな、効果があるんだよね、実はそう、これ打てるのが地味にでかいんだよな。これがでかいっすよね。モンスターってあれどんなもあるんだあいつって。まあこれか。打っても一緒か。風邪いねえんだ。まあいいや、直してもな。モンスターで体力どんだけあるんだあれ。5000ぐらいあるのあれって。4000ぐらいでしょ。違ったのかな。いや、もう把握してないですよ。ここでようやくあれば仕事できるんだ。私先に動いた方がいいだろう。おあいつだけだもんな。こうチャンスだもんね。教祖様だけだもんね。でかいよな。勝手に思ったんですけど、どうだろう。いや、勝手に言っとるだけだよ。火を起こすから。ボスコを抜く爆弾がないってことか。あの赤いあれって何なんだ。あれ火のやつか。いや、あの火力アップの。あっちまで届かなかったんだな。まあ、しゃあないもん。グローンだね。まあいいや、打っとこう。幅広火力だけがあれか、そこだけだな。イカはもう気にせんでいいだろうね。幅広が私に言っとるけどってことだな。うん、他が残ったらあれだね。全体かかっとるし。これあれだもんな。あ、そうか、1度があれか。あ、そうか、1、そうだな。あの、あれが出とるもんね。ジョーカーが出とるもんね。
ここで両方 100% 100% が出てくるっていうところか。めっちゃめんどくさいな。こっち打ったろか。火打った方が多分楽だろう。ベルさえ言うとあれば撃てるってところか。火があれか、うん、これを奪うか。遠征じゃない、ごめんなさい、すいません。あとこの 100% 組をどうするかところか。連撃ではないであれか。それは打てるだ。どっちのあれだろう。連撃かかっとるでいいと思うんだけど、パーセンも上がっとるし。ちゃ、ありがとうございます。ごめんなさいということだけど。あれあれあれ、ベルサイユのかかったやつめっちゃあれだ、ダメージでかい。ありがとうございましたということで、でかいんだなあれ。まあいいや、ここでどんどん行きましょう。やっぱりいつあれか、さっきみたいになると嫌なんだけど、なんかあれ誰か出て入った後なんかな、あれって。なんかあれだよね、出た後とか入った入るとなんかあれだって変なことあるよね確か。いやよく分かってないですけど、あのあれだね、今回のイルガリの第一形態ちょっと生意気だねあいつで。見たらちょっとなんかあれだね、発達したくなるやつだねあいつ。いや今見て思ってさ、うん、最後もうあれか、出るわ、これは出るわ。なんかこうやって戻ったらさ、リセットされるの気がしていつもこうやって戻っとるんですけど、そんなことないんかな。行こう。あ、ダメだな、ずれたな、ダメだな。最後どうだろう。まあ一応やじか。モンスターでほんとあれなんだなあいつ、なんだあの風変するやつ、リスボン、あれ乱数なんだなあれ多分な、そういうことなんだな。なるほどな。変えてくるよな多分な。さあ後で回答したいもんね。めっちゃ、あでもそうか、仕事しとる時はあるか。微妙なとこだったな今のな。風、あーあれがおるな、あれがおるな、あれがおからなあかんねん、あれがね。あの右から2番目あかんねん、あれ水特攻だもんね、あかんねんあれね。最初ほんとポムラックでいいかなと思っとったんですよね。ポムラックの落として連撃かけていくか、それか遅延していくか。ただ前のさ、やっぱさっきも言ったとおりかかってないとあれ辛いわ、うん。
そう、相手があいつだけだもんね。あの、右髪なんだ、グラディなんとかとか。イカさんとか本当あれだもんね、火力に入らんもんで、ようやく2人、火が2人あれだもんな。でもあのスキンヘッドのあれでしょ。そう、壁だけであれで水蘇生されるか。私先に落ちたらあかんだけどな。そういう時に限ってあれなんだな、あなたにとって分かりやすい問題が出てくるからだな。火力がないところが強いってことだ。狼マンだけだもんな。それでもなんとかあれか。でもこのデッキやっぱ強いんだな。よく分かってない、はっきり言って。ガリスでも実際入れた方がいいんかなって見ちゃうとさ、なんか他のに変えようかなと思っちゃうんですよね。バターあれはほんと分かる。あれほんと敵に回してバチベント臭いね、これ思う。うん、だってここだと火力ソースがあれだもんね、はばきしかいないもんで、他ほとんど無力化できるもんで、さすがにあれだったな、そこまで。夜中甘くなかったけど。で、何、水の遅延がやりにくいのってさ、さっきのあいつはっちゃんがさ、わかるでしょ、火力弱いもんでさ、あれ使えんのですよ。いや、ほんとにこっちか、こらへんか。使うわな、絶対使うわな、こんなとこ。あれは弱いと思った、多分幅きかかって、あとこっちがあれだもんな。黙っちゃったけどさ、でも本当あれだよね、真面目にバタリア面倒くさいよな、あれな、素直に。だな、こっちのあれなんか 50% と2000円ぐらい多分。ありがとうございましただけど、これだってほとんど何、バターリアめんどくさい、やっぱこれ。だってめっちゃ支配しとったか、バターリアが。これありがとうございましただけど、だってああなるとあれだもんね、あの連携かかった幅木とか、あそこら辺の火とか風とかのかかって、なんか要は水以外か、あそこら辺じゃ抜いてけんもんな。まあもちろん遅延があるだかんすよ、あの食らったらドボンってなりますけど。あ、こうやって見るとあれなんかな、2枠3枠カバーで結果的に何、あのちょっと今日あの思っとんだけどさ、もう皆さん誰が誰かよくわからん、あの名前とかあれが、あのクオカードあの何ユルのキャラクターもさ、もうなんかコロ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 変わってるかな、なんか名前とかでもさ、フレンドさんとか見てもさ、わからん、なんかもう誰なんだろうって。あ、フォーカード、まあじゃあリーダー、イビルいないけど。よかったな。あの最後 T の方があれだろう。いや、すごい考えとったもんな。考えとったね。うん、考えとった。めっちゃ考えとったよ。うん、あれがおるからいいなということで。うん、
A public statement that gives information about something. Application. Announcement. Accident. Appointment. モンスター多分落ちるだろあれ。ポン二人かかっとるし。どうだろう、まあ、どっちみちあれだな、生き残りのあのあれだな、モンシャに抜かれるでな。それでもまああれか、残せとるわけじゃないけどって考えあれかな。こういう場合ってどっちの方がいいんだこれ。風だであれか、どあの30歩あるとどっちがいいんだろう。絶対あっちあれだね、あっちかたげらなあかんかったね、私絶対しくったわ、思うわ、絶対しくったわ。じゃあこっち行っとくわ、絶対しくった、ごめんなさい今の、絶対したげらなかった、あこっちだ、こっちこっちだったら。多分ここで火力出せるのはあれだな、左側2人私らしかないだろうな、多分またあれかかるで。これでこっちがあれか。ここでもそうだもんね、まともに火力出せるのあれだもんね、幅木しかいないもんで、レンゲかかっとるわけじゃないし。そう考えるとさ、使われて嫌なくて自分でやっぱ使った方がいいんかな。イビルとかでもそうだね。で、そういうことだよね。かな。ここはさすがにバタールかかってないだろうけど。ダメケースさ、もう本当あれだな。そうだな、そこら辺とかやり直さなかもな。これで蘇生がやっと動くというところか。これブレンドでもダメなんかな、ダメなんかな、あれかな、問題同じだったかな。お、回答でもいいかななんて思っちゃったりしちゃったりさ。どうでしょう、これで。あとカード、マテリアル、ポーション、ベース、ポゼッション。もう1試合、2試合無理だな。向こうのあと2人だな。ソセイがおって、ソセイがおってあれか。Personal、Public、Academic、Medical。その後にどっちみちあれが待っとるもんね。でもこれさ、今の場面でもマジ思うけどさ、はばきよりさ、バターやのが嫌だよな。嫌くないあれ、嫌じゃない。そうだね、ウイスキーによく合うもんね。ウイスキーなんで合うんじゃん、チーズで合うよね。そういう話しとる場合じゃないか。タコバサとかおっさんなのお前。最後のあそこの蘇生をどうするかっていうところか。チャンネル、チャレンジ、フォロー、フォロー。
幅利かかるで、そうだな、かけさせればな、どっちみちスキル使ったってあれだ、誰も倒れない、使いやすれんもんね。これもらうか。とりあえず。ありがとうございました。ということで、最後のあれだったな、爪のところがな。ありがとうございましたということで、なかなかあれな成績できとるけど、まあ、とりあえず行きましょう。最後の一戦かな、多分。57分、おお、そうだな、まあ終わったわけじゃないけど難しかったやっぱり。苦手意識があるかな、またあれな。ボンさん地味に、でもあれだね、あのあいつやれんでめんどくさいな、あれ思うわ、地味にやっとって思うわ。とりあえずこれか、誰か時間かなと思ったんですけど、流れ球が一発打つときはさ、いや本当は初手残り絶対打ちたいですよ、絶対打ちたいですよ、前菜攻撃誰もらんでさ、飛ぶよね、飛ぶよね、うん、一番体力と倒したら飛ばんかなって勝手にね、勝手に。少しでも妨げになんかならんかなって、サルパが吹っ飛んでくるか、硬いなあれやっぱりな、硬いなあれな、なあ。色変えるよな。これはさすがにあかんわ、変えるわ。絶対変えるわ、これはもう。変えるで使っとく。変えんかったらあれかなと思ったけど。ここの壁辺も結構めんどくさいな、私使わん方が良かったやつ、風評として。今のそう、風でもあんなもんなんだ、いや2つ使わんときついかなと思ってさ。そうだよ、だってあれウーマンとか、そうか、もうあなたの計算が全部ダメなんだぞ、本当にそこだわ、変えるな、まだな、まあいいわ。変えるわな、変えるだな、これはな。変えるよな、ここはな。ちょっと眠くなってきたけど、なんとなく。ここの引き場で届かんところか、これがな。ダメージ計算本当あれだね。
似合って言いたくなるな、あれは、うん、似合って言いたくなるわ。電源かかってないよな、うちうちこっち行くしかないもんな、フランス的に。1時2分もう終わっちゃうね。チーズ。ありがとうございましたということで、こんなの時間あったらな、永遠にやっちゃうのかはな、まあ、とりあえずこんな感じでございましたね、1時2分で。ありがとうございましたということで、とりあえず時間こんな感じでございまして、まあ、まあこんな感じにして、はい、ということで、デッキ的にはどうしようかな、上からいっとるわけじゃないけどさ、どれなら使ったんだろう。とりあえずなんか作ったの適当に使ってみたと、全部最初いいかなと思ったら、途中でなんか使ったやつなんか全部ダメっぽいんで負けてたけど、まあまあいいわと思ってさ、これがさ結構面白い、見とって思ったんですよね、これはいいよなと思って、疲弊してそうだな、ただその後ろがさ繋ぐのはなかなか難しいかなと、あでもいろいろ考えるなと思って、なんかこれが本当感銘を受けたということで、うん、これどんなもん耐えるか見たかった、水変してウーマーなんか火力上げたらどうにかならんかなと思って、でコスト的に足らんもんでヘビで連撃かけて蘇生してこうみたいな風にしたんですよ、とりあえず。まあ残るは残ったけど、それだけでなんか決定的というより、ここが火力足らんよね、ただこれがどんなもんなるか見たかっただけだけど、ちょっと自白違うよ、だって水変する必要ないよな別に、ただこれが見たかっただけで、うん、うん、安倍さんを使わんだったらこんな感じかなと思って、どっちに振った方があれでもなんかあれだなって見とると、ほとんどモンスター打てるから、モンスターだとあれだもんね、あいつだけか、リスボンか、リスボンが乱数なんだよね確か、多分、いやそんな感じだと思うんですよ、やっとる感じだと計算してないですよ、計算してないけどじゃないかなと思って見とったんですよ。これでも確か乱数臭かった、5800あたりな感じでしょう、安牌ではなかったと思う、確かモンスターならいいけどってところかな、うん、どうしたけど、やっぱ3枠のあれだね、使いにくいね、風が入っとるとなかなか、ここはタイミングをずらすとかっていうとこしてかんとかな、そうするとあれかな、ウーマン一択になるけど、結局ポムとかかかるときついよなってとこだね、レンゲかけんとこの止めた時の遅延で、ね、倒せんすもんね、最後が本当思ったんですね、これ何置きゃいいんかなと思って、ここのなんか次元爆弾装置がよく思い浮かばんかった、うん、ということで、まあ、普通にじゃないけどさ、バターリアを最後置いてもあれかなと思って、ここら辺のがなんか意外に良かった、実は、うん、続ける気はなかったけど、なんかこっちの方が結構あれだな、残せるよなと思って、バターリアをひっくり返した方があれだなと思った、ウーマンにして次バターリアにして最後なんかっていう風のが、200はただはっきり言ってマジ置いても別に耐久にはなんかならん、普通になんか倒される、ポンプとか連続でかかると、むしろなんか水じゃない方がなんかいい感じかなって、うん、これは素直に思いますね、なんか無理にここに置くぐらいだったと思う、やってみてどれぐらいのなんか耐久ぐらいか見たかったけど、ポンプかかったらやっぱあれだね、うん、でこっちにあれだもんね、ガリソーランクで風変されたと思うんだからっていうのありますよね、ただ風変は多分あいつなんだエズナさんがおるかないかなと思って、どうかなと思ってたんですけど、これだとあれだな、回復、うん、最後に置いた方が正解じゃないかなと思ったんですよ、そうすると2が避けるもんで、多分ただあれだろうね、こうやって耐久練してくるよりも打ってた方がいいだろうね、1と2をなんかモンスターとあいつベルサイユとか使っていくとかさ、してった方が多分いいんじゃないかなと思って、うん、ここら辺が割とあれじゃないかなと思ったんですよね、大井僕に変えて、ただで大井僕もあれだもんね、風を吹く日もボロ食らうからさ、色の方がね、そこら辺のことだからさっきの風じゃないけど、少しなんか色変えてとかっていう工夫がちょっと必要かなって、これはもうほんと火力的に申し分ない、ただ遅延食らうとかそこら辺のとこだね、そこら辺のところが遅延だよね、それが敵だよね、うん、それさえなければ普通に抜いていけるからっていうとこですね、ただ
そこがまだクリアできてないよなというところで、あいつものなんかタイマインデッキじゃないけどどんな風になるかなって見たかったんですけど、そんなあれだね、耐久的に初手とか2枠とか本当相手揃っとるとダメだね、難しいわ。1手でなんか稼ごうっていうのはあんまあれだね。これ組んだだけかな、やらんかったんかな、確か、やらんかったんかな。見た感じなんかそんな強そうじゃないよね、多分ね、強そうじゃないので、ね、これで、やっぱりやらんかったかなということで、これもやってないかな。風よりただ水かなと思って、これ何風全体攻撃ここにかけたとしてもさ、この後ろがつながらんすかね。結局これ蘇生させるだけで味方に火がどんだけおるかっていうのもあるし、 20% だけ蘇生させてどうかっていうのもあるし、ということで、これも似たようなやつ。これ使っちゃうとどうしてもあれなんですよね、このこれ使う遅延構成とか組みにくいんですよ。最後はスカスカになるとかでさ、工夫がしにくいというか、まあ多分それ皆さん思ってること一緒だと思いますけど、普段の遅延構成すると、だったらモンスターとか使って遅延構成したらっていうの、それもあるんですよ、それもあるんですけど、これは組んだだけかな。なんかあんま私あれだな、短縮じゃないし、これはやっぱそんな強くないよ、蘇生させるだけで。 10% だけ蘇生させるだけな、逆に起こしてくれた方がなんか相手にしたら多分楽だよね、とりあえずは。そんな、なんて言うんだろう、最終局面じゃなければさ、ああまあ普通にどうかなと思ったけど、多分立場使うと止まるで、当たり前だけど知恵おるから、今日は多分使いにくいんじゃないかな。イオタウルスでもちょっとやりにくいよね。1、2とかでなんかタイミングずれやいいけど、メンバー揃っちゃうとずれにくいよね。ミカ先生おいでも水がかからんでどうかなって見たかったんですけど、やっぱあれだね、打たれる打たれるね。結局風入っとるもんで、エトナさんとかおると持ってかれて、そこ相手誰かにサポートじゃないけど、一発ポコンと打たれや。まあ1、2でなんか耐えて3を前倒しみたいな難しいよなってとかな。これも組んだだけかな。文ちゃんあんま信用してなかったかな。あまりにもなんか組んだやつが多すぎて、それやるのに20戦も30戦以上もいるんで、なんか時間が足らなくなってきたのかな。なんか自分でまあ見て、こんな1回か2回やるとなんか思いますが、あこれちょっと違うよなってだけ却下してたかな。これ2においても別に耐える感じはないよね。全部だって普通にポム食らうから。そう、そんでこんなんはあれなんですよね。ここら辺をずっとやってたんですかね。1はまあベルサイユのあれかな、あいつより、あいつモンスターよりどうかなって。これだともうコスト避けるんですよ、そんなあの180みたいなやつ入れれるんですよ。ポムラックも確かにあれだよね、普通に綺麗に落としていけるよね、2と3を。であと最後のとこだね、4とこでどうするかってことだね。遅延入れるか、遅延入れても連撃じゃ前の引き継いでないから、そう考えるとどっちかなって。遅延もやってみたんですよ、めっちゃうまくいったってわけじゃない、むしろこっちの方が、いやこれあれですよ先生のいただきもんですよ、もちろん誰かわかると思いますけど理にかなっとるとかあれだよな。だって1は違いますよ、要は何、2と3でポムとラックで止めて、ラックンはとったらんす、あまりに面白そうだで、ゆるがみ全部使っちゃった、5まで上げたんかな、もうこれ以上在庫ない、であいつで打ってって、やっとこで打ってって、であれが面白いんですよね。やっとこで打ってもそれで引き継いだ連撃を満いたんだからね、水食らわんから、そこでみんなに連撃を渡せるから、もちろん遅延がなければっていう前提ですけど、ただ遅延が出だしてくると、揃い出してくるときつかったで、ね、だってそうだもんね、だって 1,2,3 で綺麗に落ちてくから4で出会う可能性高いもんね、そこなんですよね、それだけだね、そこが課題かなって。よかったよ、普通にやってった、遅延があれだよなということで、そうこれでこれよくわからんかったね、初手もなんか耐久あった方がいいんかどうかなって。こいつ全属性でそんなに打ちにくい相手じゃないですか、これ貫突じゃないですよ、5突ですよ。貫突でも確かこれ7500のやつだったら確か打てるはずだよ、これ朝ちゃんとかあそこら辺熊野団とかあたりだったら、めちゃくちゃ手強い相手ではないと思うんですよ。実際にだって綺麗に 5-5 で割る程度押していく場面多いですわ。むしろあれだろうね、あいつあいつ。リスポンだろうね。あれを残すのがでかいだろうね。モンさんだとランスのとこ多分あるんじゃないかな。
ベルサイユならもう何でも OK ですよね。その代わり何でも落とされるっていう、まあ、デメリットあるということですけど、うん、そうだな。でも普通に強いと思う。バタリアめんどくさいね。あれが多分何ガリソとウーマンおるもんで、バタリアンとか微妙にあれなんだろうね、ずれるっていうか完璧に遭遇しにくいんだろうね。おそらくポブラック組んどる人ってそんなめちゃくちゃ多くないですもん。めちゃくちゃ多くないよ。あれでもほんと綺麗に抜けるとうまーくいけるいける。ほんとにウーマンとかスコーンって綺麗にいける。逆に4枠であれだね、遭遇するっていうのシー様と、それはあるよね。微妙にこんな感じじゃないけど、バターリアが本当に肝だと思うね。あれ4じゃなくて、あ、5枠じゃなくて4枠の方がいいんかな、本当に。あれ本当に肝、あれ本当止まるね。だってそれを抜こうとすると、ヘビになんかね、連撃かけたやつやってかなあかんかと。結局ヘビの前だと何、おけんすわ。田島とか、あそこら辺を。いや、おけんことないけど、効果的じゃないですか。で、オイブクを置こうとすると、ヒカゼダでモロ食らいますが、あれもずらす工夫必要ですが、いや、遅延の可能性が。ね。3枠にいないにしても、でも可能性はついて回るから、めっちゃ向きに使いやすいってわけじゃないですよね。だからあれなんだろうな、これ。だって冷静見るとイベホン2体使っとるし、一番めんどくさいバターリアだとるしで、あれがほんとやっぱ肝じゃないかなと。強いと思う、普通に。もっと多分、ずーっと使い続けてから多分良かったんじゃないかなって、うん。使っとってこれは思う。バターリアやっぱめんどくさいね、素直に。一番あれが肝じゃないかなって、うん。地味だけど一応なんかね、風変の漁性もあるからってところかな。うん、そう、ほんでポムラックの構成をどんな風に組んだ方がいいかなと、これもやりかけた。そう、悪くはない。結局あれだもんね、水を避けていくとここら辺のところをつなげていくしかないかな。で、連撃が逆にあのポムラックの後ろを遅延と連撃以外防御寄りで振った時にこんな感じじゃないかなって言ってたんですけど、まあ、弱点はあれだよね、火力が出せんっていうことね。当たり前だけど、そう、日風で要は水からまくても連撃かかっとるわけじゃ抜いていけんってことですね。完全耐久勝負だよね。悪くはないと思う、素直に。そっからの勝負だから。地味にあれだもんね、あいつ、バビリオだってイベ補正あるからさ。ただ、完全な火っていうところはね、あれは日風とかだと逆に水とかに対してやりやすいところあるけど、遅延のところはね、そこら辺のところはね、タイミングがずれるわけじゃないから。これだとちょっとあれだよね、初手を、変えるとか少しなんか工夫必要じゃないかなーって、うん、思ってますね、素直りで。うん、そう、これ。これは私好きですよ、素直りで。これやっていくとあれなんだよね。要は色変えてさ、ワンチャン耐えれんかなーみたいな。風で折ると。だって6星で結構体力ありますわ、風に変えよう。田島とかかかってなきゃ一発で打てる相手じゃないですよ。火力は確かに本当あれだね、オイボクも好きだけど、そうだな、最後のとこあれかな、結局連撃さっきのやっとこでもそうだけど、かけていくとは最後あれだな、ああいう、あのあれ、イタチとか、それからベルサイユでもそうか、こういうとこだね。別にこれ、イタチでもいいと思う、素直に。連撃かけていって、味方に渡してて、どっちでもあれじゃないかな。まあ別にベルサイユでもあれだろうね、この水アップか。うん、そう、あんだけ火力からやつ出せるから、どっちがあれなんだろうな、味方に渡すか素直に水倒すか。ちょっとこれ答え出んとこだね。コスト的に近いところがどっち使っても、継続ターンが2っていうのと3っていうのと違うけどかな、うん、嫌いじゃないというか普通に好き。もうちょい煮詰めたかったね、素直にで、うん、使っててよかったと思いますよ、素直に。うん、うん、そんな感じかな。これは違うな、多分な。そんな感じでございますね。まあよくわからんかった、難しかったということで。明日どうなんだ。あれ明日って、あ、待ってくださいよ。考えてあるよ。確か。明日どんなんだった。ね。199だったでしょ、確か。あれ。イビルが通じるか通じん別として、とりあえず言葉で言うと、何先生と記事じゃないけどさ、イビル対策で要は蘇生を入れてた、要はイビルと同じデッキを組んでそれを最後蘇生にするっていうのというやり方が、ちょっと199だと、確か199だったと思うやる。
イビルが通用しにくいコスト帯だからどうかなって思うけど、これをちょっと試してみたかった。イビルと全く似たデッキを組んで最後ソソ入れるってやつ、今度もっとすごい低いコストのとこで試そうかなと思ったんですよね。これをね、とりあえず思っとるよ。要はイビルデッキと全くね、今まで自分でやったら分かりますが、それ組んで、で最後だけソソにしてくるっていうの、うん、でこんな感じで考えてみたら、ちょっと1、2がよくわかんねえ。どう組んだ方がどれがいいんかなって。ウマウだと火力ないし、あれは凸6なんですよ。うん、状況によったら1個だけなんかあげようかななんて思ったんですけど、どう組んだ方、1と2がちょっとよくわかんねえ。まあいつものパターンですよね。あの全財かけて、ただコスト的に足りんかったもんで、連撃つなぐ色が違いますけどね。まあだけど水与えといて自分で風で殴るからなんか当たるでいいんじゃね。とりあえずこれを初見でいこうかなーって思っとんすよね。1どれがやりやすいんだろうな。またあれかな、リスボンがあれかな、出てきてそこら辺のとこで有利取るんじゃないけど、馬王に対しても一応別にあれだもんね、風あるから。唯一あれだね、マノスンだから。でもマノスン多分そんなあれでしょう、突っ通して多分少ないんじゃない。あれだってそんな使えんと思われとるんじゃないかな、勝手に思ったんですけどね。まあ、魔女は多分使ってくる人多いんじゃないかなと思いますけどね。ただやりにくいだね、リスボンは。だってね、モンさんだって打てんぐらいだから、アシュターズ打てるのマノスンぐらいだから、そこら辺はどういう風にいかなかな。とりあえずこれでやってみて、前後の流れじゃないけど色の流れ見て変えてみようかなってとこですね、うん。であとこれもう一個、明日あれだな、もうちょいコスト低くてイビルンとかが何に使えるぐらいだったら試したかったんですけど、要はイベ補正があるときにこれを入れてどうなるかなって。ターン数一緒ですが、コストはもちろん40でイビルに対して30じゃあ25重いかっていうところありますけど、ここら辺がもう通用しになったら完全イビルに対して遅延構成をやめて、なんでイビルと同じデッキを組んで最後だけ蘇生っていうの、あの何先生の記事じゃないけどさ、あれでどうかなーって。いやイビルの打開策として、一応いろいろはなんかネタを考えてるんですけど、どんな感じなのか。皆さんやってるのとか拾っててさ、自分だけないでじゃ当然あれだ、あなたいつもパクってくるもんね、うん、かあーって。色は全然分かってない。水で行った方がいいか、風で行った方がいいか、火で行った方がいいのか。多分風は弱いからさ、クジラじゃなくても、まあ、教祖様ならいいけど、イカとかそこら辺弱いから火か水じゃないかなーって状況を見て、うん、連撃もらえるとこだと風か水だよね、火はないから。遅延考えると水が一番あれか、安パイに近い。風は割と多分食らいやすいよね、火とかで。火そうだね、だいぶ通るから。これはもう本当状況を見て当日のアドリブで適当に変えていこうかなということで、そんな感じだね、うん。まあそんな感じでした。よく負けましたということでいつものあなただねどうしたらなんか、とりあえずこんな感じで6ないぐらい、6ないぐらいだね。まあそんな感じでございましたということで、はい、ということでそんな感じで終わり。